ここで桜通り入ったらね、今ね移転しましたけども、そしてあのカイピリーナの作り方が歌詞になってる。昔はカズさんとおりにこの歌の2番の歌詞でたどり着いたって人が何人もいたの。じゃあ私たちのライブちょっとここで最後に、まずはピンガでヘメレケ、ピンガクラブ創設時代のメンバーで強調してないかな、オッケー。じゃあ、この歌から全て始まった。その時まだセレイジャーなかったし、でセレイジャーが初めてできて桜通りをパレードした時のことを覚えてますけど、下が白いパンツに上が桜色の T シャツでみんなねパレードしてたのね。本当にまだダンサーがいない頃。じゃあこれが、この歌が始まりでございます。じゃあピンガでヘメレケ。仕事が終わって今日はまっすぐ寄り道しないで家に帰ろう。たまにはゆっくり風呂に入ってビールでも飲んで本でも読んで、そういやこの頃毎晩遅く揺れて常に夢を歌えよ。あんな奴らに付き合ってたらこっちの体がまたしない。それでもなんだかちょっと寂しくて店の前を通って帰ろう。まあせっかくだから一杯飲んでてバナナで誘われた。誘われたら断れない、飲み出したら止まらない、いくつまで経っても帰れない。今夜もピンガでヘメレケ。もし時はダメだと